ノックアウト方式だったんですけども、はい、まあ、両方ポール取れましたね。そうですね、まあ、連続のポールもかかってましたし、まあ、意識はしてたんですけども、まあ、うまく形にすることができて、まあ、チームスタッフもね、しっかり頑張ってくれましたし、まあ、その結果がこうやって、まあ、連続残すことができて、まあ、いいレース、レースに向けては非常にいい流れで予選を終えれたんで、まあ、まずは一安心ですね、はい。もう今日土曜日、レースワンありますね。ね、初の試みなんでね、まあ、各ライダー条件は一緒なんで、まあ、でも予選をこうやってアタックした後にレースっていうのは非常にライダーとしてもいいリズムで、まあ、決勝に臨めると思うんで、非常にそのレースとしてはいいレースがね、見せれるんじゃないかなと思ってますけどね、はい。まあ、その回あってお客さんも土曜日から来てくださってますよね。まあ、いつもの土曜日よりはね、多いんでね、まあ、非常に走る側としても、まあ、予選もそうですし、まあ、決勝も非常に気合が入ってるんで、本当は少しでも面白いレースをね、来てくださってる皆さんに見せたいなと思います、はい。